こんにちは、花井山さん。 YouTube で売上150万良かったじゃないですか。大体そんなもんだと思うんですけども、実はね、この現金が大事だってことではなくて、この辺に今 YouTube でフォロワーさんっていうんですかね、チャンネル登録者数の方が2200人いるでしょ。これがまあ問題なんですよ。これがすごくありがたいことなんですよね。これが資産なんですよ。この資産っていうのはずっとね、花屋さんにいろんな形で富をもたらしてくれてます。まあお金もそうなんですけども、共有してくださる時間を皆さんね、提供してくださってますよね。 YouTube の視聴っていうのもその人の人生のある一部分、数分とか数十分を割いて私たちにね、見るっていう行為をしてくれるんですよ。まあ、ですんで一本たりとも無駄な動画は作らないという意識で提供していかなければなりません。無料なんですけどね、無料の動画なんですけども、実は私たちは見てくださってる方の命をいただいてるんですよ。限られた人生の一部分の時間を投じてくれてるんですよね。だから投じてくれてる時間に相応しい提供していかなくてはならないと思います。私はね、昨年花井龍馬さんに出会って、意識していたのは、私と出会うことによってどれだけのものが提供できるかな。例えば速稼塾の塾生さんが花井龍馬さんのファンになる、チャンネル登録をする、花井龍馬さんの動画を見る、そして誰か他の人にどんどん紹介するみたいなことが起きると、花井龍馬さんの役に立てるんだろうなとは思ってるんですよね。でその結果ですね、まあ、収入が上がったりとか、花井龍馬さんが自由を手にしたりとか、それからチャレンジしてみようという勇気が出たりとか、いろんなものがあるんではないかなと思いましたし、それを花井龍馬さんは受け取れる力量のある人だと思ったんで、いや本当に良かったなと思います。思い出せばですね、チャンネル登録100数十人というところで私は出会いました。当時の私のチャンネル登録者数もまだ1万人いってなかったと思いますけども、おかげさんでね、こういうことを繰り返してきて、私はね、まあ、はっきり言って花井龍馬さんだけにこれをしてるわけではないんですよ。だいたい2桁違う人だから、チャンネル登録で100人前後の方ですか、そういう方を見つけたらとにかくメッセージを送ってみたりとかするんですよね。でその方に頑張れよと、 YouTube 続けろよと、1000人2000人5000人1万人目指していこうぜと、俺が待ってるぜ、ついてるぜみたいな感じでね、メッセージを送るんですけども、まあ、1年間通じてみると残る方っていうのはパラパラとって感じですよね。私のメッセージがまだ足りないんでしょうね、きっとね。花井龍馬さんはしっかりと受け取ってくださって、この振動花井龍馬シリーズもきちんと作り続けてくれてます。いや本当にすごいなと思います。そして他の方からね、他の塾生さんからいろんなものをいただけるようになったりとかね、いや私もね、速稼塾というファミリーがこういうふうに広がっていって、花井龍馬さんとね、また楽しく一緒にコラボになっていると、いいじゃないですかこれ。だから、まあ、Zoom のライブ対談もまたしてみたいなと思うんですよ。今ね、早速松潤さんとライブが終わったところで、まあ来てくださった方もいたんですけども、非常にためになり楽しかったかなと思っております。でプラスですね、花井龍馬さんとのライブもこれから始まるわけですけども、その前にマインドセットのことをちょっとお話ししていきましょう。マインドブロックっていうのがあるじゃないですか。マインドブロックね、話をとしましょうか。私なりに考えていることなんですけども、これが正解かどうか分かりません。私の概念です。こういうふうにね、三角形があるわけなんですよ、マインドの三角形が。でマインドの思い込みとか固定概念、固定概念、マインドブロックがここにあります。マインドブロックは不要なものでもないですし、マインドブロック、マスターマインド、なんだよ、マインドブロックバスターとかいうのは一時期流行りましたけども、マインドブロックってのは壊してはならないんですよ。例えばマインドブロックってのは 1+1 は2だよねっていう風な壊しようのない現実も入ってるんですよ、ね、掛け算の九九ってもうすでにマインドブロックなんですよ。初めて掛け算の九九を知った時っていうのは、あ、こういう風な計算方法があるんだって形で、今までの考え方とか足し算という概念が壊れたっていうかね、進化したと思うんですけども、でも掛け算の九九を覚えてしまえばすでにマインドブロックなんですよ。じゃあマインドセットは何かっていうと、このマインドブロックの上に新しい価値観をセットするわけなんですよ。このマインドブロックの上に新しい価値観をセットする。例えば 1+1 は2だよねっていう風なマインドブロックの上に、1人と1人が集まると2人以上の力が出るよねっていう風な概念を与えるのがマインドセットなんですよ。そうなると 1+1 は2っていう場面と 1+1 は2以上っていう場面と使い分けれるようになるんですよね。という風な知識を得ると、今度はその知識がすぐにマインドブロックに変わります。だから常に新しいマインドをセットしておかないと、全てがマインドブロックになる、思い込みになるんですね。その思い込みに隙が生まれるんですよ。100回成功したから次もうまくいくだろうと思ったところがうまくいかない、これが失敗ということです。だいたい失敗っていうのは得意分野をやってる時に訪れるんですよ。だから私 FX やってね、勝って勝って勝って、あとはちゃんと冷静になるために一旦市場から私の体を引くんですよね。客観視しないといけないんですよ。勝ちまくると冷静さを失います。負けまくると冷静さを失います。だからいつも中央学って言って、自分が真ん中にいることを心がけていくことと、
あとはですね、土に帰るって言うんですけども、高く登ったら自らの手でその成功を壊して平らにしていく作業がいるんですよ。土に帰る、タコを上げるときにね、ものすごく高く上がったら墜落した時の事故が大きいんですよ。だから随分高く上がったなと思ったら、もう一回土に戻してあげる、低くしてあげて、でメンテナンスしてもう一回立ち上げるんですよね。で、私は Facebook じゃない、アフィリエイトで18ヶ月200万から300万の売り上げをずっとマークしてたんですけども、これを土に変えるとどういうことかっていうと、この売り上げに依存せずに一旦放棄するぞと、これなしにするぞ、そして一から FX をやるぞ。 FX の世界では私は素人です。1年間1回も勝てませんでした。ずっとアフィリエイトを続けていけば3000万なり4000万があったはずなのにっていうものは、そこでまあ考えないようにしてるんですよ。新しいチャレンジをするために捨てるものがあって仕方がないと思うんですよね。この FX を覚えるときにアフィリエイトは邪魔になるとしか思わなかったんですよ。で、金銭的な余力があるうちに FX をマスターして、 FX でアフィリエイト以上の利益を取っていけば全く問題ないわけですからね。新しい世界に挑戦するっていうのはそういうことだと思うんですよ。今までの自分にさよならして、新しい自分にこう再構築していくって形ですよね。それがマインドセットの連続です。で、あとね、マインド、マスターマインド、マスターマインドってのはここにいるんですけども、ほとんどの人は不可能ですよ。ほとんどの人はマスターマインドは、それはですね、マインドブロックでもない、マインドセットもない、自分のオリジナルの思考を作っていくってことなんですよ。これはね、非常に難しいです。というのが、情報を遮断して自分の内側からのマインドに忠実に生きるってことなんですよ。これは難しいですよ、かなり。私がね、この考え方にたどり着いたのは、与沢翼の姿を見てからなんですけども、とにかく人間関係を切ると、情報を遮断すると、自分の内側から出るものに対してずっとトークを展開していく。それでいつまでもいろんなことについて自分の考えを喋れるようだったら、これは自分がね、出来上がったことなんだみたいなことを言われてたのを見て、確かになと。私も情報発信するときに必ずどっかのニュースを見る、どっかの裏付けを見る、どっかのニュースソースを探すってことで、結局どっかからの情報のね、受け売りになってるわけなんですよ。それに自分なりのスパイスをちょっとかけたぐらいで、オリジナリティとは程遠いものなんですよね。誰かの情報を変化させただけなんですよ。となるとですね、私はいつまでたっても自分の本来の姿にたどり着けないということに気づいて、全ての情報がない段階で自分が、いわゆる隠居っていう形でね、社会から離れた状態で社会を見たらどう感じるかなってことなんですよ。で、今はちょっとね、極端な考え方なんですけども、人間関係は切れば切るほど素直になれるなと思ったんですよ。人間と触れ合うとね、何が起こるかっていうと、どうしても比較が始まります、もしくは比較されます。で、それによって、仲良くなるどころか、どっちかというと憎しみ合う関係の方が多くなるわけですよね。で、私はそうではないと思い続けてるんですけども、ただね、会社に行く、自分が選んだ会社、上司嫌い、部下めんどくさい、同僚分かってくれない、で、こんな形で家に帰る、家族は全然分かってくれない、家族にね、家に帰ってもストレスがたまるって感じで、360度どこに行っても人間ってものがいる限り、人はストレスから逃れられてない姿が見えるんですよ。で、私はそうならないように逆張りしてるわけですよね。まさにマインドセットなんですよ。多くの方は家庭を負担と思っていると、会社は仕事をしに行って大変なものだと思っているけど、そうではないと。大変でお金が儲かる仕事、お金がいただける仕事を選んでる自分に原因があるから、面白くってためになってついでにお金も入っちゃうみたいなね、そんな職場を最初から選べばいいんじゃないかなというところなんですよ。昔は工場勤務ぐらいしかありませんでしたけども、今は無数に仕事がある上に、なんとね、自宅から出なくてもね、お金が稼げるチャンスまであるわけですよ。じゃあどれがね、自分のストレスがなくって最も自分がパフォーマンスを上げていけるかってことなんですよね。なぜか人ってのは自分に向かないことをお金のために選んでしまうんですよ。まさにマインドブロックです。仕事ってのは大変なもんだからとかね、仕事でストレスがたまるのはしょうがないとか、仕事上の人間関係がもつれるのはそれは仕方ないよ、利害関係があるんだから、全部マインドブロックです。それは自分の力量のなさを仕事という環境に押し付けてるだけなんですよ。これがマインドセットですよ。これ分かりますかね。で、こういった考え方をいつもいつも繰り返していくと、マスターマインドにたどり着くんではなかろうかと私は思ってるんですけども、まあ、マスターマインドといえばね、もう仙人の世界ですよ。私には到底及びがつきません。こういうことに比べたら YouTube で100万200万稼ぐのは本当に簡単なんですよ。だって YouTube って稼ぎ方ってもう確立化されてるわけですよ。こうやったらここで結果が出るってことがもう分かってるわけですよ。ただやらないだけなんですよ。信じてないからやらないんですよね。もしくは今までの自分の暮らしから、マインドブロックの世界からマインドセットの方にすら行ってないんですよね。花屋龍馬さんはおそらくマインドセットの方に行ったんでしょう。価格帯が3つだよって決めたら、私が話したらね、そうなんだと思って新しい考え方を実践したとかね、このね、なんですかね、YouTube で
ワントゥーワン動画送りましたよね。そっからじゃないですか、ワントゥーワン動画すごい威力だなと思ったのは。これだからマインドセットですよ。マインドブロックは何かっていうと、 YouTube ね、一発で100万再生目指すね。で、自分の動画が10再生20再生ぐらいしかいかないから向いてないんじゃないかなと思うと、だからこれで YouTube の結論出しちゃうんですよね。違うんですよ、再生数が1でも100万なり1000万は稼げるというふうなマインドセットが必要だし、そのマインドセットともに動くと本当に再生数1でも2でもね、ちゃんと稼げるんですよ。私の場合は再生数2で30万っていうのがね、YouTube 始めた頃に、まあ、あってですね、それはまあ狙ってやったわけなんですけども、必ずそうなるだろうなと思ったんですよ、だからね、100人の人が聞いていようと1000人の人が聞いていようと、1対100、1対100だろうと、その100や1000の中にいる人は自分一人しか見てないんで、常にワントゥーワンなんですよね。何人を相手にしてようがワントゥーワンなんですよ。だからそれもだから私流に言うマインドセットなんですよね。常にワントゥーワンと。私は今チャンネル登録の方1万3600人ほどいます。もうすぐ1万4000人になると思いますけども、でも一人に呼びかけてるんですよね。一人に呼びかけてるんですよ。まあ、それを意識してなかなかたどり着けないのがこの YouTube の世界でございます。さあ、こんな感じでね、今日の動画は終わり。いってらっしゃい。